はいどうもピヨキングです。皆さん明けましておめでとうございます。新年ですけれどもいかがお過ごしでしょうか。今年はですね令和3年牛年ということですけれども、そこら辺のデパートもしくは百均とかに非常にね可愛らしい牛の人形っていうのかな、なんか牛の飾り物がたくさんある感じでちょっと買おうか悩んでる僕ですけれども、今日はですねクリスマススペシャルに引き続きお正月スペシャルということで、この一つの動画にですね何点かゲームを盛り込みたいと思います。それじゃあ早速やっていきますか。まずはじめ一番最初に始めるのはマリオカート8。マリオカート8、皆さんこのマリオカートというゲームをご存知でしょうか。知らない方はねいないと思うんですけれども、簡単にルールを説明しますと、とりあえず1位になれと、簡単すぎる説明で申し訳ないんですけれどもね、レースでとりあえず1位になれと、そんだけの話なんですよ。今回はオンラインで世界の皆さんとレースをやって1位を目指していきたいと思います。ただ皆さん期待しないでください。僕はマリオカートそんなに上手くないです。ぶっちゃけて今ねもうアクセルボタンが B なのか A なのか Y なのかちょっとそれすらも忘れている状況なので、練習など何もしてません。ちょっとはねゲーム実況らしくねそこら辺はちょっと予習復習しろよって感じなんですけれども、このマリオカート8デラックス、最下位からでもアイテムによってね1位を全然狙えると思うんで早速やっていきたいと思います。ちょっと待ってね、アクセルどれ、アクセルマジでどれ、あ、A ボタンね。オッケーオッケーオッケー。A ボタンね。オッケー。よし、それじゃ早速やっていきますか。うわ、久しぶりすぎて、ちょっと。久しぶりすぎて楽しいんだけど。よし。さっきも言った通りですね。僕、そんなに得意じゃありません。ちょっと待ってね。ちょっと待って。マイクが遠い。マイクがめちゃくちゃ遠いんで、ちょっと今、マイク位置調整をし直しました。レース中にね、マイクの位置直しをするという、この、ナメック行為。もう最高のナメック行為ですね。さっきも言ったけど、アイテムによってね、全然このコースはですね、コースっていうか、このゲームは、もう、順位とかひっくり返るんで、僕はね、アイテム頼りにしたいと思います。このゲームはですね、子供がしていいものか、人間の闇っていうものが非常に出る、ゲームでして、ちょっと待って速攻もう被弾しまくっちゃってる僕ですけれども、このコース近道とか何も知りません。はい、速攻でスターでぶち当てていきました。で今1位はですねカロンがいますね。カロン非常に速いですね。ちょっと待ってね、ちょっと待って、マジで下手くそすぎ。待って、もうちょっとしたら慣れてくると思うから、久々だからね、もうちょっとしたらね慣れてくると思うんでね、ちょっと温かい目で皆さん見守っててください。上手いだけがねゲーム実況じゃないっていうことをですね、この動画をもって皆さんに教えたいと思います。教えたい、何様だよって話なんですけれども、今4位か。久しぶりにやって、久しぶりって言いますか、どんくらいぶりだろうね、マジで。どんくらいぶりだろう、もう半年ぐらいあるかもしれない。これ近道でしょ、これ。おーしおきおきおき、待って、近こんなもんでしょう。これがマリカーでしょう。一回ね、1位になればいい。今日はですね、一回でも1位になればそれでよしとしてくださいね。正月なんで皆さんね、マリオカートとかマリオメーカーとかたくさんねゲームをしている方いらっしゃると思います。ですので、上手い方もねたくさんいると思うんですよ。いや、ここでロケットキラーは熱いな。よし、そしてパワフルキノコでしょう。あ、これ最後の週でこれは熱い。よし、3位、ちょっと待って、いや1位は無理だと思うけど、これは結構上位層を狙えるんじゃないか。よし、せめてこの、よし、この神の甲羅大事にしていこう。うわ、ちょっと待って、2位、やった、2位来た。おお、ちょっと待って、危ねえこれですよ、これがマリオカート。最下位からでも何が起こるかわからないというね、ゲームで非常に盛り上がるゲームですね。
さっきの王者いるね。さっきの王者カロンさんでしょ。ぶっちゃけていい、ぶっちゃけあのさっきの王者には僕勝てる気がします。正直だからね、早くどっか行ってくれないかなとね、あの非常に下水ことを言うんですけれどもね。それじゃあ次のコース、リンリンメトロだったっけ。見て見て、ヘイホーとかキノピオ、そしてあのヨッシーがですね、僕を応援しているかのように手を振っていますけれども、じゃあそれじゃあ早速やっていきましょう。今度はですね、あのカロンにね、あのついていこう。あのできればね、あのマジでついていきたいと思ったけど、速攻で、あ、これは右か、ちょっと待って、くっ、よしよしよし、ついていきたいと思ったんですけど、速攻いなくなりましたね。待って、これを、電車は危ない、待って、電車は危ない、これ右の方がいい。マジでね、近道とか僕わからないんですよね。おお、なんか今1位、やったよし、この亀の甲羅2つはマジで大事にしていこう。今日マジで1回は1位取れたらいい、もうそういうね、今日動画ね、まあ1位にならないでも今日は1ワンコースっていうか、まあ1レースまあすれば今日ちょっと終わると思うんですけどね。待って、そしてね、車とか皆さん強い車とかね、みんな知ってると思うんですよね。僕は何も分からず、マジで適当に決めまくった車なの、このね、ネズミ色のちょっと古臭いなんか飛行機みたいな感じのね、あの車なんですけれども、まあこれがいいかどうかはちょっと置いときまして、お、結構しかもさ、え、なんかあれじゃない、差ついてない、ほらほら、2位とめっちゃ差がついてるんですよ。これはぜひ逃げたい、このまま逃げたいね。よし、じゃあイカスミ来たか、イカスミちょっと待って、コースが分かんないからこのイカスミきついって。マジできついって、やっぱり後ろカロン来てるね。うわ、トゲゾー、トゲピーきた、ほっ、もう投げておく、よし、オッケー。でこれ緑亀をケツにつけていきます。なるほど、そこでカロン来たか。いや、ちょっと待って、危ない、ファイヤーベー危ない、くっ、よし、くさ、このマリオメーカーだったら負けないのにだ、おりゃ、いや、亀の甲羅、え、なくなってる、待って、亀の甲羅出ないから、いや、マジでついていこう、ほっ、亀、赤、こう、いや、僕はですね、この緑亀当てるのも結構得意なんですよ、だから当てよう、はい、よし、来た、ほら、うまくない今の。で、今のうまくなかった、よし、このまま1位をマジで狙いに行きたいと思います。マジで、トゲゾー来んなよ、トゲゾー来んなよ、よし、もうちょっと、よし、いや、いけるよ、もうちょっと後ろ悪いんでしょ。いや、赤亀が来ても緑亀がお尻についてるから大丈夫。よし、来た、よし、ほい、よっしゃ。最高、やばい、これもうマリオメーカーやめてずっとマリオカートやろうかなっていうぐらい面白いんですけど。さて次のコースはネイチャーロード。あれ、あのキノピオとヘイホーどうなってんの、あれ。なんか横向いてない、なんかすごいよね、めっちゃ横向いて立ってんだけど、めっちゃすごかったね今、どうなってんだろうこのコースは。なんかね、このコースっていうか、このマリオカート8デラックスのあのゲームの感じとして、ゲームの感じって言えばちょっとおかしいんですけど、まあ、ゲームとしてはね、壁を伝って走れるんですよね。ちょっとさっきから横は走れるようなステージが来てないんですけどね。てか、あのカロン速すぎない、あの人マジで速すぎない。ちょ、さっきは勝ったんだけどな、だから今回も勝ちたいと思います。いや、マジで追いかけよう、いや、追いかけよう、よし、あの人は逃げの先方に来てますね。ちょっと待ってね、追いかけたい、マジであの人にもう一回勝ちたい、この緑亀を当てたい。でもね、緑亀あんま当てちゃうと、この後ろに赤亀が来た時にね、いや、もういいや、もう何を言いたいかみんな分かったと思うね。うわ、コインか、やばい、持っておけばよかったな。じゃあ、うわ、速い、あの人マジで速い。この2つアイテム取ってね、きっちり取っていきます。よし、 OK、 やった、来た、キノコと赤亀、早く投げておきましょう。なんで落ちちゃったんだ今、なんで落ちちゃった、ちょっと待って、あのカロンをちょっと見すぎてしまって、ちょっと落ちてしまいました。うわ、キラー、待って、キラーここまで来すぎでしょ。よし、 OK、 いや、サインか、ちょっと待ってね、これはサイン、いや、2位の人にこの緑画面を当てたい。え、2位おらんくない、あれ、2位おらんくない、あ、2位抜いたの、オッケーオッケーオッケー、後ろにスターが来てます。そしてあのカロン、マジでちょっと早すぎですね。よし、ちょっと待って、よし、うわー、やっぱり結構差が開いちゃってますね。あのキノコ3つ出ました。これはですね、1位との差が結構大きすぎると、2位でもですね、結構いいアイテムが出ちゃうんですよ。
うわー、これはマジでちょっと抜けそうにないな。さっき抜けたのは、さっき1位になれたの、もしかして奇跡か。まあ奇跡でも何でもいいんですよ。よし、奇跡でも何でもいい。これはぶっちゃけアイテムという運ゲーだからね。お、待って、これは熱いよ、これは熱い。ちょっと待ってね。よし、うわー、抜かせねえ危ねえよし、それじゃあ次はですね、ちょっと気分を変えて弟の方にキャラクターを変えてまいりました。ルイージですね。まあ弟の方がね、快適に走れる気がして、まあしょうがないんですけれども、まあそれはただのね、あの言い訳と言いますかあのカロンから逃げたと言いますか正直なところまあ下水ことをしてまいりました。まあね、下水といってもね、あのもっと強い方っていうのはたくさんいると思います。まああのカロンまあカロンの方よりもね、まあ強い方と当たらなければいいんですけど、あのカロンだってめっちゃ強かったもん。なんかもう夢中にね、あの1位取れる気がしないんですよ。うわ、この人強いよ。うわ、よし、ナイスブーメラン、ナイスブーメランだったね。今当たった、今1位の人当てたよね。まあめっちゃうまかったと思うんですよああいうね、あの緑画面当てるとか、まあ、そういう先のものに何かを当てるっていうのは結構得意なあの部類に入るんですよね僕。そして今亀の甲羅もあの防ぎました。これはね、なかなかいい試合になるんじゃない。あのね、あの泥沼みたいな試合もね、まあ非常に楽しいんですけれども。うわ、これは当たったか。結構近かったんだな、1位と2位と。よし、それじゃあ後ろも近いね、4位も近いぞ。後ろからファイヤーボール、やっぱ、あ、誰あれ、かまぼこ待てや、かまぼこ。いや、僕はね、あのちくわよりかまぼこ派だけど、かまぼこ待ってね、人に何かを当てるっていうのは僕待ってもらおうか。お、清高、ナイス清高、ありがとう。そこを抜かして、あと2位と1位だけか。よし、この亀のコーラ大事にしていこう。ここで当てていけばいいのかどうなんだろう。う、なあ今のめっちゃ焦ったんだけど、ごめんね、シズ、嘘清高待てって清高、そこはちょっと、いや、KY だから、待って待って、いや、泥沼、ちょっと泥沼すぎ。ちょっと待って、さっきは泥沼じゃないって言い、ね、言ってたような気がするんだけど、泥沼すぎ、マジで、ちょっと、うわー、ひどい、これはひどい。9位か、いやまだワンチャンあるよ。結構みんな近いんですけどね、キノピオだけがねちょっとあの早すぎて、もう1位には取れそうにないんですけれどもね。まあこれは2位を狙っていこうか、せめて2位ぐらいを狙っていこう。ちょっと待って、アイテムマジでいる。よし、 OK、 このアイテムが非常に重要になってくる。トゲゾーンか、加速アイテム欲しかったな。もう1位はゴールしてるって、絶対加速の方が良かったって。8位か。それではこれで最後のレースにしたいと思います。そろそろこのマリオカートの時間はもう終わりを告げたいと思います。最後のコースはスイーツキャニオン、やっていきましょう。目の前にね、あの悪いイージーがね、もうバイクに乗ってる姿、もう乗り方も悪いよねもうガニ股感がすごいまあ、バイクに乗るって基本ガニ股だろうけど、まあ、この正月このスイーツキャニオンのように皆さんお菓子ばっか食べて太るっていう方もたくさんいるんじゃないかなね。まあ僕のこの動画を見てる方っていうのはですね、意外とですね女性の方まあ多いんでですね、ちょっと甘いものばっか食べて、まあぐーたら家で寝てるっていう方多いと思うんですよ。まあそういう正月もね、まあすごく素敵だと思うんですよ。まあ正月ならではでしかできないもんね、そういうのって。だからね、まあそういう正月もいいと思うんですけど、あのぜひですね、あの太らないように、あのメタボにならないように気をつけてくださいね。ちょっと待って、目の前に悪い意地が持ってる、悪い意地が持ってる。これは抜きたくなる。お、投げた。よっしゃ、じゃあ僕抜きます。ほっ、よし、悪い意地抜いたけど、あのキノピオがマジで速いんだよな。まあ、これ最後のレースだからね、せめて、いや、これは勝っておきたいね。よし、この赤髪当たるかな、ちょっと投げておくか。よし、それでは追跡して、あのキノピオに当ててくれ。で、僕はですね、このマリオカートをやりながらちょっとコメント返しをしたいと思います。何を言おうかと、ちょっと先に準備していたものがありましてね、昔ですね、まあ、3DS とかでピオキングさんの動画を見てましたと。で、久々にね、まあ、携帯を持ったからね、また見始めましたと。まあ、そんな非常にね、嬉しいコメントをいただきました。まあ、ゲーム実況って飽きちゃうんですよね。まあ人の、まあ違う人のもね、たまに見たいっていうか、まあそれでもいいです。まあそういうこともありまして、ちょっとリスナーさんが戻ってくると言いますかね。
戻ってきていただくことができてですね、まあ非常に嬉しいですね。たまにでもいいんで、まあ実家に帰ったような気持ちで近所の兄ちゃんに久々に会うかみたいな感じでですね、あのゲーム実況僕のはね、あの見てもらったらいいと思います。これ2つ取っていきます。ほっ、よし、もう全部捨てて2つ取って、これかけよう。よし来た、これ熱い。よし、ここで1回キノコを使って赤亀使っていく。だもう1回、もう1回、私にもう一回チャンスを、私にチャンスを、キラーとか出てくれ。いやキノコは熱いね。よしここはキノコ、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 よし、いやぐっちゃぐちゃさあ、それじゃあ次のゲームはですね、世界の遊び対戦やっていきましょう。まあ、非常にね、あのオープニングの手が綺麗な方たちがいるんですけれども、今回ねオンラインでさ、あの世界の人と遊ぶ、そしてちょっとやってみたいゲームがあったんですよね。でそれは何なのかっていうと、これベースボール、このベースボールをですね一回やってみたかったんですよ。これをね一回オンラインで遊んでみたくて、ちょっとやっていきたいと思います。さあやってまいりました、ヒロさんだね。3イニングでやっていきたいと思います。このゲームはですね非常にシンプルで、まあ昔ながらのなんかこう手でする手動のやつありましたよね、ガチャガチャのやつ。これはですね、まあカーブ、チェンジアップ、そして投げる。ちょっと待って、え、あ待って、ごめん、あら、速攻投げてしまった。これはですね B ボタンを押しながら投げちゃったりするとカーブとかかかったりチェンジアップしたりするんですよ。これはもう心、もう心理戦だね。もう一回いくか、ぷい、アウトアウトこれ結構チェンジアップと早いこの球っていうのがね結構難しいんですよ。急に来られたりするかね、そしてスライダーもあったりするしね。ほら見て、ほら、よしよしよしこういうこういうね、こうなんかこう、よしオッケー、こういうなんかこう、なんていうのね、分かって、はい、アウト、よしオッケー、もう2アウトだね。これ勝てるかもしんない、もしかしたら勝てるよこれ。左右にも移動できるんですよ、ほい、ファールしか打ってないね。これ結構イライラするだろうな。よし、もう一回、おい、よし、オッケーオッケーオッケー、でもう一丁、うわどうしようか、これここでスライダーする、スライダーしようか、左に流れるやつ、ほい、アウト、ちょっとストレートになってしまいましたけど、ここでチェンジですね。いや楽しい、これはマジで心理戦だな。早く投げろって、早く投げろって、早よいやこれほんと難しいよ、これマジで心理戦。よし、うわアウトか。いやでもね一回当てることができました。これ当てるのすら難しいんだよなこれ、はい、うわ難しいこれ、よし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 、ガッ遅いの来られるときついな。よし今度左バッター、いやマジでむずいよこれ。やったことある人もしくはねやったことない人いると思うんですけど、マジで難しいんだよなこれ。ちょっと集中しますね、マジで打てん、ヒットが打てん、くっそいやこれは非常に長い戦いになりそうだな。ちょっとマジで1点もやりたくない。よし、なるほど、カーブは左に行くのね、じゃあスライダーが右に行くのか。よし、 OKOKOK、 この一番右に行った状態でスライダーきつくない？ほら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 、もう絶対打てんもんね。よし、じゃあ今度ここの一番左に寄せてカーブしてみる。ほらほら届かんもんねバットバット届かんくないこれ、ほい、あ届いた、うわマジでスリーベース、やば、これヒット打たれたらあと1点入ってしまうぞ。これはナメプできないな、ちょっとチェンジアップしますね、ほいもう一回チェンジアップしようか、もう一回チェンジアップしたら多分空振りするよ、いくよ見ててね、ほい、もう一回しようか、多分もう一回チェンジアップしたら多分空振りすると思うんだよな、ほい、アウト、悔しいだろうなこれは。でもう一回チェンジアップしますね、ほい、よし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 ここでねめっちゃ速いストレートいきます、ほい、よし、このね遅いと速いの緩急がめっちゃきついんだよな。今度ここでスライダーいきます、うわ危ね、よし、あとワンストライクでいいんだよ、あとワンストでいい、
チェンジアップしよう。アウト。いやよかったよかった、ストライクになったけど、ここでチェンジすることができました。いやせめて1回は1点取りたい。早いって、ちょっともうちょっと待てって。ストレート狙いでいこう。もう早い球狙いでいきます。もうチェンジアップ捨てます。はい、よし来た。あ、ノーアウト、スリーベース。熱いよこれ。野球のルール知ってるよねみんな。まあ知らない方いないと思うんですけど、いや結構いるか。女性の方知らない人多いのかな。じゃあどうなんだろう。うわ、あと1回、あと1回ヒットでいいんだ。あと1回ヒットでいい。チェンジアップ来そう。チェンジアップ来るよ。チェンジアップ狙いでいきます。悔しい。ちょっと待ってって。かっ、うわ惜しい。じゃあやっぱねストレート狙いでいこう。この人あんまね。やった、来た。ほらほらほら、1点入った。よし、これは勝てる、これは勝てますよ。よし、これ全部ストレート狙いでいこう。この人あんまチェンジアップ投げない気がする。だからねマジで全部チェンジアップでいきます。あのカーブとかまだ投げないよね。うわ2点目来た。あ、これもう勝ったね。あ、これもう勝ったかもしれん。頼むからやめないでね。あの落とさないでね、ゲーム落とさないでね。じゃあ、うわ見て、うわ快進撃続いてます僕の。これはもう勝ち確だね。この人もう勝負投げたか、もしかしたらストレートしか投げない感じか、もう勝負投げたか。いやまだわからないよ。野球っていうのはね2アウトからか勝負っていうのはね昔からよく聞く言葉なんですけど、もう1点ダメ押しします。え、これヒット、やった、やったヒットじゃん。きっと4点。次で4点入れられることはもうないだろうな。なんかねこのゲームってあるあるで、1点入りだしたらねめちゃくちゃ入るんだよな。流れっていうのかな、ほら流れがねめちゃくちゃ来るんですよ。だからね今回僕まだね追点って言い方おかしいか、まだ追い点って入れるそうですね。置いてなんて言うんだろうね、ちょっとなんて言うか分からんけど。まあ置いてまあ置いてんでいいや。じゃよしよし、ツー、あヒットか、これツーベース、あとちょっとでいけたんだけどな。まあこれで満塁ですね。ここで満塁ホームランを打ちたいね、打ちたい。うわ満塁ホームランじゃないけど3点入りました。勝ち確です。はい、これはもう勝ち確です。だから僕次の守備の番では全部ストレートでいきたいと思います。ストレートでいきますね。はい、よし、ストレートとチェンジアップの2個でいきたいと思います。チェンジアップ、あチェンジアップ、ごめん、チェンジアップは B ボタン押しながらだった。次チェンジアップしますね。はいはい、あれならん、なんで、ちょっと待ってね、チェンジアップするね。はい、なったアウト。容赦ない、容赦ありません、僕マジで容赦ありません。どんどん行きましょう。相手にねもう休む暇とか与えません。次早いストライクいくよ、速攻でいきます。はい、アウト。ゲスキング発動しました。はい、あとは2ストライク取っていきましょう。全部空振りだね。おい、よし頑張れ。次はもう一回チェンジアップいくから、いけ、打ってくれ。終わりました、ゲームセット。7対0、強い点差で勝つことができました。さて次のゲームで最後にしたいと思うんですけれども、皆さんねあのトランプのスピードって知ってる？知らない方にね軽く説明しておくと、トランプをですねまあ数字の階段順って言えばいいのかな、まあ、場面にね2つのトランプカードがあるんですよ。まあ例えばですけど今1と6があるでしょ、そのね階段上にしか出せないんですよ。まあ1だったら13かもしくは2みたいな、まあそんな感じで、まあ、待って、え全然出すのめくね、出せるカードありません、ちょっと待って出せるカードないんだけど速攻で、いやちょっと待って、え、うまくね、ちょっと待って、あの人めっちゃうまくね、めっちゃ速くねあの人、ずるいって上手すぎだって。待って、速すぎだってこの人、いいよちょっと、えうわ見てあの人上手すぎ、マジで上手いって、どうしよう、あどうしよう、もうなんか待機してんもん、待機してガッガッハハハ
待って、うますぎ。あの人マジでうますぎ。じゃあやめて。さて次のゲームはみんなで空気読み2令和バージョンですね。このゲームはですね、昔にもまあ、ぶっちゃけやったことがありまして、全部クリアしてます。ですが今回ですね、このサクッと空気読み、まあサクッとちょっとだけやっていきたいと思いますね。で今度普通のと平成のってあるね。どうしようか、これ普通のでいいか、まあ、平成よりも普通のちょっとやっていきたいと思います。お試し的な感じのやつで10問遊んで、読めている度は測ってみましょう。ただ簡単にしか診断できないやつです。まあ、とりあえずこのゲームはですね、まあ、空気を読むっていうゲームなんですよ。まあ出された課題によってどうやって空気を読むか、まあそれをね簡単にちょっとやっていきましょう。これは一口だけあげる。まあどこを食べるかって話ですが、これは空気を読んでたらおそらくね、このイチゴが入ってない、この辺、これよし、 OKOK これ空気読んでる、これ空気読んでるよね。イチゴ食べてないもんね。これ逆にね、あのボケるっていう感じもあるんですよ。これは空気を、空気読もう、空気読んでこんな感じでどっか行こう。多分これが一番空気読んでると思う。みんな笑って、笑って、笑って、笑ってって、え、笑ってって、あ、笑ってる笑ってる、かわいいね。なんか一番右上の人、あの今日から俺はに出てくる伊藤みたいな感じの人だったね。まあああいう人はね、まあ、現実でおったら非常に面白いんですけれども、今回の塩ラーメンが推しっぽいっていうから、ここはね、あの塩ラーメンを押せばいいと思う。よし、 OK、 多分これで空気読めてると思うんですよ。まあどんだけ空気読めてるかっていうのは最後になんか診断できるらしいんでですね、これフリスクは1個でいいよね。僕前ね、フリスクをなんかこう何個、15個ぐらいね、バーって手に出して、あの食べたことがあるんですけどね、まあその時は全部あのぶっちゃけ、あ、吐きましたね。よし、どうぞどうぞどうぞ、オッケー。これで完璧でしょ。これが空気読んでるっていう感じでしょう。次は第6問。さて、これは禁煙ですね。禁煙マークが左にあります。で、この人はあのタバコを持ってます。僕、赤いのが僕なんですけれども、禁煙だからタバコをまあ吸っちゃいけないっていうことですね。っていうか、これは何の儀式だ。まずこれは何の儀式だ。その中でちょっとタバコを持って、まあね、儀式の中に歩いていくっていうのも、まあ空気を読んでないですけれどもね。これはタイミングよく上ボタンを押すゲームですね。ここの辺、よし、完璧でしょ。これはなんだよ、テンダーマンみたいな、なんだったっけ、なんかそういうのあるよね。こういうのなんかマイクラでもね、まあ、なんか似たようなあのキャラクターいますけれども、これはね結構ダンスゲーって言いますか、ダンスゲー、まあリズムゲーだね。ちょっと違うって、あれ、あ、なんだなんだなんだ、なんか元戻んない。よし、来た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 、これは先をね読んだ人だね。多分あの人未来を読んでたよ、この赤で。これ右、ホキョクホキ、すごい。こんな格好一回してみたいね。マイケル・ジャクソンみたいな、マイケル・ジャクソンかこれ。あ、違う、左、よし、ホキョクホキ、こんな格好できたらね、うん、すごいんですけどね。アデューって感じで変えてます。非常に楽しい問題、ありがとうございました。それじゃあ次、第8問。これは右だね、右、オッケーオッケー。で、下、あれ下でしょうから、あ、上上上上上、オッケーオッケー。で、次は右、そして見えないって、見えないって、そう、わかりません、わかりません。出るで、ああいう時さ、でも適当に言ったりしない、みんな。なんか少しでもさ、視力がいい数字をさ求めて適当に言うと思うんですよ。上っぽいみたいな、上みたいな、なんかね、ハテナ系で聞いたりするんですよね。いや知らんがなみたいなでね、こっちがね診断してんだよみたいな。あ、そっか、博多なく読めてるっぽいか。それじゃあですね、今度は空気を読まない方を10問やっていきたいと思います。第1問、これは新敬語は令和であります。これは空気を読んだらいけないでしょ。空気を読まれてないってことは、こんな感じ、前もしたけど、もうこんな感じ、いや、もう振り回しまくるみたいな、やばいやばい。これはマジで空気読んでないよね。ああいうのニュースで一回見たいんですけど。よし、これはこの人叩こう叩こう、よしよしよし、ごめん、ハゲハゲハゲを叩こう、この人を叩こう。こういうの一回見てみたいわ。お、さっきも出たね、これ。じゃあ取るようで、この空気を読まない感じでしょ。お、こんな感じでいこう。お、お、坊主、坊主、おー、いいね。よしよし、いや、これ下連打でいこう。よし、オッケーオッケーオッケー。みんな笑ってないな、やっぱりさっきは笑ってたんですけど、ま、邪魔、誰あいつみたいなね、みんな困惑してますね。それじゃあ次、ごちそうさまでした。え、何食べたんだろう。
お待ちのお客様はこちら先頭にお並びください。これは食べたんだけど、まあどかないっていうね。まあこんな感じでちょっとうろうろしようかね。うわ邪魔くせえ邪魔くせえあいつ絶対邪魔だって思ってるよ。もう今度フリスクをくれって言ってもう出してやろう。さっきも出たけどね、これフリスク出しまくろう。うわ漏れてる漏れてる漏れてる。よし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 、いいねいいねいいね。これ絶対吐くよ。これ一回僕したことあるんですよ。こんなにはないけどね、15個ぐらい食べて、マジでやばかったね。それじゃあ次第6問目。これはえ10 絶対死んだわ。絶対あの人死んだわ。顔面からパンいかれたわ。あ、さっきもあったねこれね。なんか今回お、ジャンプ、あ、俺俺みたいな、俺俺みたいな。あ、さあこれは確かね、このはしごを使ってなんかね綺麗にあの矢印の方向に行かなくちゃいけないんですよね。行かせるっていうのかな。じゃあこれはこの人下に行かせておいて、これは左の人は上にぶっ刺せるみたいなこれは空気読んでないでしょ。次第9問。じゃあ俺が、ちょっと待って、じゃあ俺がこのまま誰がやるんだこれは、誰がやるんだ。第10問。お、引っ越しのバイトです。運ばねば。女性と男性がいるんですけど、これはね普通だったら男性、まあ重たいも方持つよね。でも僕はどっちも持たない、お前がやれみたいな剛毛だな。さて次は大乱闘スマッシュブラザーズをやっていきたいと思います。いや、このゲームはですね、僕昔、いや嘘じゃないんだよ、嘘じゃないんですけど、VIP エリアにね入ってた時代があるんですよ。もうそういう時代がありまして、ほら VIP マッチってあるでしょ。確かルキナだったっけ、ルキナで VIP エリアに入ってた時期がありました。まあそれでもねずっとやってないんで、かなりね戦力っていうのは落ちてると思います。ですので今回はマルスを使っていきたいと思います。ちょっと待って、マジでわからん。え、どうやってすんの。あ、ガードどれ、あ、これちょっと待って、マジでわからん、やばい。ちょっと待って、ガードすらわかってない。ちょ、投げもわかんないかもしれない。投げどれ、 R1 ちょっと待って、運命変える、運命変えますか。投げは、あ、思い出した思い出した。オッケーオッケーオッケー、よし、それじゃあやっていきますか。このゲームはね、そんなに本当得意じゃないんですよ。こういうね、なんかバトル系って言いますかね。まあマリオと違ってさ、こういうのも完全にバトルじゃん、もうね、そういうのあんまり得意じゃないんですよ僕。まあ一回ね、ずっと確かにやってた時代はあります、やってた時代はありまして、 VIP まで行けたんですけれどもね。まあその時は、まあ、たまたま運が良かったんですよ、まあ、たまたま運が良くて慣れただけなんでね。うん、ちんじゅ、マジ、あ、何やってんの。だってマジで何もできない、マジで何もできない、やばい。これはもうカットするべきか、もうこのゲームやめるべきか。ガガ下手すぎて草下手すぎて草。まあ皆さん、このゲームを、この僕のプレイ動画をですね、あの見るときはですね、まあうまいことを期待しないでおいてください。はい、子供リンクって大体強いんだよな。まあ強い人が使えば結構何でも強いんだけどね。ちょっと待ってね、ここで一回ねスマッシュを当てれば、もしかしたらワンチャン当てるかもしれないんですけど、僕基本的にあんまスマッシュ使いません。スマッシュを使うとなんていうのかな、結構ね、隙ができちゃうからね、隙ができて負けるんですよね。いや、まだワンチャン、危ねえ危ねえ、やれやれたー。さてちょっと手が温まってきたことだし、だいぶ上手くなったと思います。上手くなったというか、だいぶ慣れ始めたと思います。でもこのセフィロス全く知りません僕。もう一時やってないんで、どんな攻撃してくるかも全くわからないですね、正直。はい、何この黒いか、何あれ、ずるくね、え、何あの黒い塊みたいな。待って、おお、この人強え、この人ってか技強え、ちょっと、うわあ下手すぎ下手すぎてやばい。もうこのバトルでやめます、僕もうやめます、もう勝てる気がしないこれ。なるほど、このさ塊みたいなのあるじゃん、これ結構さ時間差で来るからね、怖いよね。焼き付けるじゃねえってズリーって、炎出すのズリーって、こっちもファイヤーボールくれって、ファイヤーボールマリオになれば勝てるって、マリオになれば勝てるって、ミニバトンだったら勝てるって何言ってんだ俺は、さっきから何言ってんだ俺は。ちょっと待ってね、まあやめよこれ。
さあパルテナ来ました。イケメンと美女の勝負ですね。このパルテナ僕は非常によく知ってるんで勝てるかもしれません。テレポートしたか。よし、OK。あ、いや勝ったと思ったんだけどな。でもねパルテナってカウンターがあるんだよな。このカウンターをね結構使ってくる人きついんだよな。カウンターっていうのは下 B で僕が攻撃するとねこの人がねカウンターすることができるんですよ。まあ簡単にねもうそれでカウンターっていうのは結構強いし、やばいやばい、マジで勝てねえ、マジで勝てない。どんどんね追い攻撃したいんですけどね。追い攻撃、追い攻撃って言い方おかしいか、なんだろうね、なんて言うんだったっけそういうの。よし、オッケー、ナイス、よし、やった、最後は勝ちたいね。これ最後しよう、これ勝って最後するわ。笑った、笑ってんじゃねえって、これは最後マジで勝ちたいわ。今んとこさ全部のゲーム一応ね全部勝ってるから、まあそのあれは別だよ、そのみんなで空気読みは別だよ。ただマリオカートとかさオンラインで遊び対戦とか今日勝ってるもんね。このマルスでいいとこってやっぱりねリーチが長いところなんだよな。うわー40% のリーチか、 40% のリーチだったらもしかしたらいけるか。チャンス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 、待って、やめてやめて。いよいよ最後になりました。みんなでバトルやっていきますか。やっぱ最後はみんなでバトルですよね。まあ絶対みんな分かってたよね。どうせピオキングなら最後にみんなでバトル持ってくるだろうと。まあその通りです。まあ察しの通り最後にこのみんなでバトルを持ってきたわけですけれども、このみんなでバトルでこの正月スペシャルのこの動画をですね終わりたいと思います。まあこのみんなでバトルはですねまあどんどん勝てればいいんですけど、これ一回下行こうか。これなんかこっちっぽくない。うわ、なるほど、ここで、あ、ファイヤーボールか。うわ、なるほど、その黒ファイヤーボールを取ってこの鍵を取るってことね。オッケーオッケー。それよりさ、ほら、踏ましてって、踏ましてった、踏ましてって、そっちの方が早いよね。こんな感じで、ほらほら、で、こんな感じで行くみたいな。あ、そっちの方が早いと思う。はははは、取られた取られた取られた、なるほど、うわ。よし、オッケーオッケーオッケー。これ簡単だね。キノピコ？キノピコ、待って。これはどうする？あ、こうやって行けばいいの？もしかして。こんなんしたら絶対負けるよね。ね、こんなんしたら負けるよね。もう僕負けるよね。やめてって、いやマジでいけない。もう一回もう一回。え、P がない。え、P がない。ちょっと待って、P がない。P がない、P がない、P がない。え、どうしよう。あ、これ終わった？まあいつもの通りですね。このみんなでバトルをやりながら、まあ、コメント返しっていうものを僕やらせてもらってるんですけれども、今日もですね非常に嬉しいコメントをいただくことができました。まあ、何々チャンネルから来ました。そしてまあ一瞬でファンになりましたっていうコメントがあったんですよね。まあ、それはですねほんとびっくりするぐらい嬉しくて、だってさ他の人を見てて。それでね次の動画かまあおすすめ動画かなんかに多分あったと思うんですよ僕の動画が。でそれを見てですねまあ一瞬でファンになりましたと。いや非常に嬉しいですよね。まあ他のチャンネルの方を見てですよ、皆さんねファンの方っていうのは一人じゃないと思うんですよ。そのね何人かいるファンの中の一人にねなってくれるっていうのはですね非常に嬉しいことであります。なんかさ一回も勝ってなくね、なんかこういうコース前にもした気がすんな。左右ね、オッケーオッケー、これ前にもやりました。左右、あ、このルイージ分かってる、このルイージ知ってるな、多分このルイージこのコースの意味を理解しています。右左右、うわマジでルイージ知ってる、これ絶対知ってるよ。次は中間ポイントか、オッケーオッケー。次はルイージ頼む、ルイージお願い、ルイージお願い。左右下の、ちょっと待って、あれ何、よし、オッケー。左右下、右、多分ここでしょ、ここで合ってるでしょ、多分そうだと思う。キノピコは、おしょ、かけキノピコ先行ってるね。なんで意味わかんないんだけど、キノピコ全部知ってるのか。あ、もしかしてやれちゃったパターン。これはひどい。左右でしょ、で左で右左、これ右3回ね、右1 2で次右、こっち多分こっちでしょ、
オッケーオッケーオッケー、できた。こっち、これでしょ、これが俺。やったキノピオそしてまたね、あのぶり返していい、めっちゃ嬉しかったことがあったらね、このコメントぶり返していい。あのね、ピオキングさんとディズニーとかあの USJ なんかさ行けたらね、あの幸せだろうなってね、コメントがあるんですよ。もうそれめちゃくちゃ嬉しいんだよな。でそのコメントがね結構あったから、僕本当に誰かと行こうかなとか思ったりしましたね。まあそういうのはね基本的にやっちゃいけないんですけどね。これはアイテム、やった、ここでアイテム、よし、これでマッハで行きます。僕マッハで行くことができます。当たってもいいんでどんどん行きますね。うーわ待って、キノピーコーが来てる、やった、行き急いだな、キノピコー。ここはせめて勝ちをもらいに行きたいよ。ほっほっ、うわ危ねえ、やった危ねえめっちゃ久しぶりだね、タイマン。エスプラス同士のタイマンだね。3の1やっていきますか。3の1か。3の1って言ったら、あの、スーパーマリオブラザー35とかでもあるように、僕結構知ってるよ。うわ、これクリーム危ないね。よし、オッケー。なるほど。そこは、ジャンプも何もしないでよけていくパターンね。よし、オッケー、来た。これは熱いよ。じゃ、よし、オッケー、オッケー。これ当たってもいいんでいきます。はい。よしよしよし。これはアイテム取って、アイテムじゃねえ。マジか。アイテムじゃねえのか。うわ、ここでもうマリオと一緒だね。条件はもうマリオと一緒。よし、オッケー。ない、負けたくない。これはマジで。勝った。これは勝った。落ち着いていこう。あ、でもさっき中間あったね。中間あったからね、マリオ結構追いついてくると思うんだよな、すぐ。よし。でももうすぐゴールがあると思う。これ3の1でしょ。ここ当たっていきます。はい、はい、はい、はい。これ、かき棒だけは気をつけよう。はい、よし、オッケー。勝ったね、マリオ。おいで。待っておきますね、僕。これ倒しておくか。それじゃあもうそろそろですね、この動画は終わりに近づいております。いつもよりもねかなり長い動画だったと思うんですけれども、最後まで見てくれてどうも本当にありがとうございました。それじゃあこれでラストバトルにしたいと思います。ちょっと読めない、まあ、最後は4人、あ、これバトルコースかな、バトルコースだったらいいけどね。まあ最後はバトルコースでね、終わりだったらいいんですけどね。そしてさらに勝ちを、おお、ええ、なんだこれ、え、なにこれ、え、なんだろうね、え、最後勝ちたいね、やったやった、勝った勝ったありがとう、え、めっちゃ当たりじゃん今んとこ。いや今のでさ、ラストバトルって言ったけどどうなんかなと思って今のコース、次でラストバトルにしようか。もうちょっとさ、バトル感があるコースっていうのかな、まあそういうのが来ればね、そういうコースが出るまでちょっとやっていきますか。5の4、これなんかラストバトルになるっぽくない？しかもね、ニュースーパーマリオブラザーズのスキンだよ、これめっちゃ僕得意なやつね。あ、あ、あ、これアイテム、アイテム、アイテム、ごめんキノコ、ごめんね。あ、なんか挨拶してくれた、え、めっちゃ優しい。ちょっとこれ出していきます。うわ、どうしよう、プロペーラー、あのキノピコが取ってくれたらいいね。よし、うわ危な、マリオがやられてますね。ルイージが多分先に行ってるのか。これは何だったっけ、この子名前が分かんないな。いや、このキノピコはねマジでいい人、このプロペーラーはマジでいい人、名前誰だったっけ、まあ、スタートしたいんだけどね、スタートしたいんだけど待って待って待って、これは僕が倒す、倒す、僕が倒すんだ。あー、キノピコ、おっ、え、来た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 、キノピコ、キノピコがゴール、キノピコがゴールですか。いや、いいよ、もうキノピコやったらいいよ、もういいよ、キノピコいいよ、もう、はい、それじゃあ本当にですね、ここまで見てくれた方皆さんありがとうございました。今年もですね、配信僕はまだまだ続けていくんですけれども、まあ喋りたい内容っていうのはもうぶっちゃけですね、あの実写動画で喋りまくってるんで、ここではねあんまり喋らないんですけど、まあ内容が重複してたらね、もうごめんなさい。まあここまでやってこれてるっていうのもですね、皆さんがですね、いつも毎日ですね、まあ見てくれて、コメントしてくれて、僕と一緒に楽しんでくれて、まあ、言い出したらねキリがないぐらいいっぱいあるんですよ。本当に感謝しております。ということでですね、今年もよろしくお願いします。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。